から本日の会議を開きます。席番号2番、新政会の森に行っております。外国人旅行者の受け入れ体制、まあ、当然宿泊施設も含めまして、そういうふうな体制をどのように取っているかお伺いいたします。市長。外国人旅行者の受け入れ体制の現状についてでございますが、現在は団体ツアー客がメインでございまして、客室数においては対応できる施設は市内に多くございますが、外国人旅行者の受け入れとなります。外国のスタッフの配置、従業員の外国人接客研修の実施、施設案内やメニューの外国語併記、ホームページやパンフレットの単体化、言語表記等、さまざまな環境整備が必要となります。この増加が見込まれる外国人旅行者の受け入れ体制につきましては、情報提供や情報交換を行いながら、施設のご理解をいただきながら推進してまいりたいと考えております。ステイクラブ、あなたでしょうか。病院のことでまだまだですね、やろうとすればいろんな、ね、やり方方法があると思いますので、市民にですね、信頼されたか、町立西の病院もいいと、これも助かるというふうなところまで、現在は赴任する医師と話し合いながら、診療室の確保や小児用医療備品の整備などの準備を進めているところでございます。また出張診療日の状況につきましては、岩手医大および県立中央病院より医師の派遣をいただきながら、糖尿病内科については週1回、呼吸器内科、腎臓内科、循環器内科、血液内科および神経内科につきましては月1回の専門外来を開設いたしております。病院の診療に関する取り組みや日程につきましては、広報によるお知らせにとどまらず、市民により効果的に周知できるアピール方法等を検討し、実施してまいりたいと考えています。